値上げは続く。はい、トリマンチャンネル始めていきたいと思います。3月14日月曜日。はい、まん延防止等ね重点措置が、15道府県、21日で解除へということで、残るところ東京、愛知、大阪が16日にも方針決定となるそうです。はい、まあなんか流れとしてはね、全国全部解除になる感じですかね。まあ大阪ぐらいですかね、残りは。はい、ということで、まあただね、あの感染者数はまあなんか高止まりしてますからね、実際に人がね動くかどうかっていうのはまだわからないですけれどもね。はい、まあそんな中ね、うちの店でもね、よく話題に上がりますけれどもね、ユニクロも一部ね5割 50% 値上げする商品もありますよということで、もうねユニクロも、もうね庶民の味方ユニクロではなくなって、ユニクロが買えんようになったら何を買ったらいいんやっていうね、よく話になるんですけどね、島村ですかと GU ですかと、いう感じでね、どんどんねいろんなものがね、値上がりしておりますね。アパレルの方もね値上げしてるんですね。はい、まあそのうちねパンツが買えない時代になるかもしれませんね。またあの戦時中みたいにね、破けたらね縫って貼って使うような時代がね来るのかもしれないですね。はい、もう今ね一番不安なのがね、あの MacBook Air がちょっと調子悪いので、壊れたらね手に入らない入荷未定みたいにね、そんな感じになったら困るなと思いながらもね、まだ手が出ないなという感じですね。はい、まあ、そんなこんなでね今日もね、お弁当の方ね16個作って、1個残りで15個販売で、唐揚げ 450×2 ということで9900円でしたと。あったかくねなってきてるんですけれどもね、もう昼の流れを見ててもね流れがないですね。はい、昼も夜もなんか人の流れがないなという感じですね。みんなねどこでご飯食べてるのかなという感じですね。もう、市役所の方とかはもう出ないのかなと。まあ自分のね逆の立場に置き換えて考えると、お昼休憩が1時間しかなくてわざわざ外に出るかっちゃね、あ出ないやろうなと思ってみたりしますもんね。まあ近隣のね、会社関係もそんな感じなのかなと。お弁当族が増えてるのかなとね、自分でね、作って持参してね、食べるという人も増えて今から行くかもしれませんね。はい、で逆にね、ランチで言うとですね、まあ、これからはランチの値段も上がってきますから、もう本当にランチ高いからもう食べに行かないっていうようなね流れに多分なると思いますから、まあ、給料増えてないからね、生活防衛のために、もう昼はもう自分で作ってくるみたいなね流れが多分増えるんじゃないかなと思いますよね。うん、自分でねやっててもまあ飲食関係のね飲食店の経営者としては値上げしたいなとね、もう全然利幅がどんどんなくなっていくなっていうね、感じなんですけれどもね、消費者の立場にね立ってみると、もうその値段じゃ買わないよっていう風にねなるだろうなっていう風に思いますね。で周りのねあのお弁当屋さんじゃなくて普通のねランチを営むお店でも、値上げが進んでますね。はい、昼がね、まあ、夜も厳しいんですけど昼はね本当に値付けが難しいだろうなと思いますよね。はい、ちょっとねもう昼の商売は本当に儲からないなと、やるだけ本当にねくたびれ損のなんたらなんたらみたいな感じになんかだんだんなってきたなっていう感じですね。やってもね多分人、うちはまだねあのワンオペで私だけでねやってるんで人件費かかってないからまだいいんでしょうけど、人を使ってねあのスタッフ使ってランチをやるようなスタイルのお店っていうのはかなり厳しいだろうなと思いますよね。やって利益出てんのかなとね本当に素朴に思いますよね。はい、で夜がですね、まあ
暇な流れだったんですけれども、若手のね常連さんたちが、がっつりやってくださってですね、だいぶね後押ししてくださいました。で、終わってみたらですね、昼夜合わせて、白星まであともう一歩のとこで、フィニッシュということで、まあ白星つかなかったですけれども、月曜日のね、もう暇な完全に暇な流れだったんでね、ちょっとあお手上げって感じだったんですけど、頑張ってね飲み食いしてくださって、気づいたらね結構行ってたなと思いました。はい、まあちょっとね消費手控えてる感じにね今からなるのかなというね、印象ですね、さあ4月がね、何度も言ってますけど4月が怖いです。はい、というわけで、まあ週明けね、初日まあまあ、ぼちぼちな感じでね、白星まではいかなかったですけれども、まあ意外とね予想外に、まあまあ形になったから良かったかなという感じですね。はいはい、というわけでね、まあ、3月も真ん中になりましたけれども、まあ歓送迎会っぽいのはね全くないんでね、もうないんだろうなと。もうすぐね桜も咲きそうですけれどね、何もないで終わりそうな3月ですね。まあ、4月もまあ同じような流れなのかなと。もしかしたら、全国ねマンボウ全部解除になったら多少変わるかなという感じですかね。はい、まあ、山口県の感染者数はまあ高止まりのまんまなんで、まあ、下関のね、感染者数は高止まりのままなんで、まだ厳しい状況は続いているかなという感じです。はい、というわけでご予約の方もねお待ちしております。0832321619までお願いいたします。チャンネル登録の方が308人となってますので、チャンネル登録の方もお願いいたします。TikTok の方もねアカウント強化中ですので、フォロー、いいね、コメントお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。おります。